あーもうすいません。はい、どうされました？改札通れないんですけど。なんで？はい、お調べします。少々お待ちください。まだっすか？もう少々お待ちください。はい、精算完了いたしました。どうぞちゃっちゃとしてくれよ。いってらっしゃいませ。ちょっと、はい、どうされました？パスもちゃんと反応しないんですけど。はい、お調べしますね。少々お待ちください。あ、入場時にちゃんとタッチできてなかったみたいですね。は？ちゃんとタッチしたし、改札が壊れてんでしょ、これ。人のせいにしやがって。はい、申し訳ございませんでした。自分に非があるのに怒ってくる人多すぎない？もう、イライラするわ。おい、鈴木。はい。事務所の受付カウンターの上に金庫の鍵置いたのお前だろ。あ、申し訳ございません。お客さんに鍵取られたらどうするんだ。危ないだろう。すいませんでした。うるせえな、そんなのいちいち言ってくんなよ。すいません、茅場町駅ってどう行くのが一番早いですかね。そういうのは自分で調べた方が早いんじゃないですかね。え、なんでそんな怒ってるんですか。あー、よくないよくない。あー、気持ち悪いな。どうされました？さっきホームにいたらネズミいたんですけど、しかもホームにゲボも落ちてたんですけど、どういうこと？それは大変不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。処理しておきますね。あ、いや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 、運賃タダにしてよ。え、ただお客様が気分を害しているんだよ。そんなお客様にお金払わせます？いえ、気分を害されたという理由で無賃乗車を許すことはできません。は、おかしいでしょ。ネズミもゲボもこの距離で見たんですよ、近くで。距離とかの問題ではなくて、そういったルールは設けておりません。は、じゃあ分かりましたよ。もう一生メトロなんて乗りませんからね。 JR のと JR 一生来るな。すいません。はい、お客様、あのパスモに1000円入ってるんですけど、もう使わないので払い戻しお願いします。はい、かしこまりました。少々お待ちください。お先にデポジット代の500円を返ししますね。どうぞ。ありがとうございます。そして残高の770円のお返しです。どうぞ。え、770円？はい、そうですよ。いえ、残高1000円入っていたので1000円返してください。いえ、それはできません。人のお金を取るのは犯罪ですよ。違いますよ。え、実は3月からパスモの払い戻しに手数料が発生することになりました。え、そうなんですか。理由としましては、パスモを破棄する処分料としての220円と捉えていただければ早いです。確かにどんなものを処分するのにもお金はかかりますもんね。そうなんですよね。あ、じゃあ駅員さん、はい、パスモ返してください。でしょうね。駅員さん、大変です。何かありました？この駅、いたずらされてますよ。え、何か壁に落書きされたとか。いえ、駅名が変わっちゃってるんです。え、ここ成増駅なのに、誰かのいたずらで駅名表や看板が成増駅になってるんですよ。ああ、なので警察呼びますね。お客様、実はいたずらではないんですよ。え、東武鉄道成増駅とモスバーガーがコラボして成増駅となっています。コラボ？はい、もともとモスバーガーはここ成増駅で誕生したんですよ。あ、そうなんですね。そして今年モスバーガーが50周年記念ということで、地元成増駅とコラボしたんですよ。へえ、面白い。なんか夢ありますね。4月3日までのコラボで、なんと東武東上線モス号も限定で走ってますので、ぜひご利用くださいね。モス号、ぜひ乗りたいです。いろいろ教えてくれてありがとうございました。ぜひこの後モスバーガーでランチでもいかがですか。僕マック派なので。お帰りください。いつもゆいレールをご利用いただきありがとうございます。次はおもろ町、おもろ町です。ん？おもろ町？面白い町ってこと？要するにお笑いライブとかやってるのかな。よし、この後時間もあるし降りてみようっと。楽しみだな。駅員さん。はい、駅様。今日はこの駅でどんな面白いことがあるんですか？どういうことですか？おもろ町駅っておもろい町駅ってことですよね。はあ、なのでおもろ町ってことは、今日芸人さんがライブするのかなと思って。何時からですか？あ、お客様、本日お笑いライブやイベントなどはございませんよ。え、嘘でしょ。ちなみにおもろとは沖縄方言で思いという意味でして、たくさんの思いが込められた町にしようという意味合いからおもろ町駅という名前になりました。そうだったんですね。知らなかったです。そうなんですよ。じゃあ駅員さん、せっかくなんで何かおもろいことやってください。どうぞ。めんどくさー。すいません。はい、お客様、ここ愛知高速交通の車両ってドラえもんなんですよね。ドラえもんとは？なんかここの車両はどうやら浮きながら走ってるらしいじゃないですか。やっぱただの噂でしたよね。いいえ、その通り。うちの車両は浮いてるんですよ。お、やっぱり。うちの車両はリニモという名前でして、日本で唯一常温の電磁石を用いて浮上走行してるんですよ。おー、すごい、近未来だ。あ、
何センチ浮いてるんですか？ミニモはなんと5センチも浮いてるんです。5センチも浮いてるんですか？すごいな、夢ある。ちなみにドラえもんは3ミリ浮いてますから、リニモならぬドラニモといったところでしょうか。エキンさん面白いですね。皆さん、いよいよ電車が宙に浮く時代になったんですね。はい、リニモリニモ、あなたが一番浮いてる。あ、駅長お疲れ様です。ああ、お疲れ様。今から1時間休憩いただきます。あ、待って。はい。俺どうしても事務室でやらないといけないことがあって、申し訳ないけど、ホーム整理行ってくれる？え、駅長何やるんですか？競馬だよ。え？ほら、俺って昔からそこそこ競馬当たるし、競馬好きじゃん？知らんがな。まあ、30分だけでいいから頼むよ。でも、後でその分の休憩はちゃんといただけますか？まあ、その時の忙しさによるかね。え？まあ、俗に言う、ほれ。TPO ってやつよ、わかる？わかるわ、そんぐらい。わかりました。とりあえずもう時間ないので、行ってきます。ありがとね。あ、あと鈴木。はい。もし競馬負けたら、その時は不手にするから、あとはよろしく。よく駅長なれたな。すいません、駅員さん。はい、いらっしゃいませ。1ヶ月前の遅延証明書ってもらえたりしますか？ 1 ヶ月前のですか？はい。どうしても大学の単位の関係で必要になってきまして。なるほどですね。でもさすがにもらえませんよね。ごめんなさい。お客様、1ヶ月前でも発行できますよ。え、本当ですか？ここ東京メトロでは当日から35日分の遅延証明書の発行が可能なので、過去の遅刻をちゃんと証明できますよ。よかったです。大学の教授に出席率が足りないから単位厳しいと言われていたんですけども、過去の遅刻の理由を証明できてよかったです。これからも東京メトロをご利用くださいね。わかりました。あ、駅員さん。はい。念のため証明として直接教授に電話してもらってもいいですか？嫌です。駅員さん大変です。はい、どうされました？この駅いたずらされてますよ。え、いたずらですか？駅名が変わっちゃってます。ん、どういうことですか？ここ京成桜駅が誰かのいたずらによって駅名表が京成桜駅になってるんです。はぁ、あ、誰かがピンクのスプレーでいたずらしたんですよ、きっと。お客様。はい。それいたずらじゃないんです。え、そうなんですか？京成電鉄は桜の季節に合わせて桜の花びらをあしらった可愛い駅名表のデザインにしてるんですよ。そうなんですね。桜に染まる街、桜を PR するためで今年から始まったことなんですよ。今年から？この桜は近くにあります桜城址公園の桜を表していますので、この後お時間ありましたらぜひ行ってみてください。あ、この後予定あるんで行かないです。いやいや、そんなことあります？駅員さん。はい、どうされました？今急いで電車乗ろうと思ったら、目の前でドアプシューって閉められたんですけど。それは申し訳ございませんでした。しかしながら我々は定時で電車を動かしておりますので、ご理解ください。いやいや、もう少し待ってくれてもよくないですか？本当に申し訳ございません。どうされでしょ？あなたの会社が日頃の恨みかどうかわかんないけど、僕を電車に乗らせないようにしてるんでしょ？いえいえ、そんなことございません、お客様。車掌もどうかしてるわ。たった1秒の差だよ。そのぐらい待ってくれてもいいじゃん。しかし定時で発車するのがルールですので、ご理解ください。はいはい、わかりました。でもさっきの電車で行かないともう仕事間に合わなかったんで。振り返り予想出して。もうどっか行け。駅員さん大変です。はい、どうされました？この駅、いたずらされてますよ。え、いたずらですか？駅名が変わっちゃってます。ん、どういうことですか？ここ京成桜駅が誰かのいたずらによって駅名表が京成桜駅になってるんです。はぁ、あ、誰かがピンクのスプレーでいたずらしたんですよ、きっと。お客様。はい。それいたずらじゃないんです。え、そうなんですか？京成電鉄は桜の季節に合わせて桜の花びらをあしらった可愛い駅名表のデザインにしてるんですよ。そうなんですね。桜に染まる街、桜を PR するためで今年から始まったことなんですよ。今年から？この桜は近くにあります桜城址公園の桜を表していますので、この後お時間ありましたらぜひ行ってみてください。あ、この後予定あるんで行かないです。なんだよ、なんだこれ、なんなんだこの階段は。駅員さん。お客様、どうされました？どうされましたじゃないですよ。え、土合駅初めて来ましたけど、地下ホームから改札まで階段多すぎでしょ。申し訳ございません。明日絶対筋肉痛ですよ。あの階段一体何段あるんですか？
486段です。486段。土合駅は日本一のモグラ駅という名称がつくほど深い地下を潜ってまして、標高は583メートルなんです。583メートル、もう山じゃないですか。駅から地上まで出るのに10分はかかってしまいます。10分も。いや、まあポジティブに捉えますわ。久々運動できてよかったです。途中265段目付近に休憩用のベンチがございますので、次回はそちらのベンチをご利用ください。